ージックラボピアニストの根木まりさです。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は皆様にご報告、嬉しいご報告がですね2つあります。1個目はもうねお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、私のこのチャンネル、ミュージックラボですね、簡単コード弾きということでコード弾きを中心に解説してきたこのチャンネルなんですけれども、3万人を達成しました。ありがとうございます。 YouTube のチャンネル登録者さんの数っていうのは、まあもう本当に大きいところは100万人とかなんかもうキャーっていうぐらいみんなすごいんだけれども、まあでもそうは言ってもやっぱり続けてきてみんなが見てくれて、そして進めてくれたりとかしてくれたから、やっぱりこうやって3万人登録者数とかになっていて、私始めた頃こんなに YouTube でみんなにこう応援してもらえるそんなチャンネルになれるなんて本当に思ってなくて、なんかこれをきっかけにねピアノを再開しましたとか弾けるようになりましたとか、そうやって言っていただけるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。そして見てくれてありがとうございます。そして何回も練習してくれてありがとうございます。これからもですね皆様のピアノ練習そしてピアノライフに役に立つようなそんな情報をたくさん出していきたいなと思っておりますので、どうぞこれからもミュージックラボ根木まりさのミュージックラボこのチャンネルをよろしくお願いします。最近はですね、みんなでピアノの練習とかいうねそういうライブも YouTube ライブもやっておりますので、よかったらぜひ公式 LINE の方にご登録いただきますとその案内を流しておりますので、皆さん一緒にピアノ練習していきましょう。そして2つ目の嬉しいニュースなんですけれども、こちらは印西国際音楽コンクール、はいこちら、はい、どん印西国際音楽コンクールというところに、私はですね動画提出をしていました。その動画審査っていうのでこの印西国際音楽コンクール参加することができるんですけれども、動画を提出して、なんとですねこの曲とこちらとそしてこちらの楽曲を提出して、なんとですね2位になりました。ありがとうございます。こちらの印西国際音楽コンクールさんというところは私全然存じ上げませんで、今回初めて知ったんですけれども、アーティスト部門っていうのがあったんですね。でやっぱりオリジナル曲をというコンクールのまな板の上に上げたいって思っていたので、今回はその規定がなかったので、ジャンルとかあと楽器もね何でもいいっていう、とってもなんだか不思議なコンクールと言ったらいいのかな、楽器の縛りがない、ジャンルも縛りがない、年齢制限もなかったかな、なかったと思います。やっぱり自分のオリジナル曲をまな板の上に上げてみたいっていうのがあって応募したら2位、イエーイ、ありがとうございます。そして審査していただいたコンクール審査員の先生方ありがとうございます。好評もいただきまして、グリさんの仕方がもうちょっとこうした方がいいとかね、あと軽く弾いてみたらどうかとかね、そういった好評もいただきまして、とっても楽しかった、ありがとうございます。ということで、そのこのコンクール入賞とね、そしてチャンネル登録者数3万人突破というこの2つをお祝いして、7月1日から7月7日七夕まで夜9時から YouTube ライブをですね、ちょっとお尻の方は決めずに、だいたい1時間ぐらいかな、YouTube を受賞記念そしてチャンネル登録者数突破記念を行いたいと思います。なので、皆さんぜひですね、7月2023年の7月1日から7日までの、約1週間ね、夜9時から YouTube ライブさせていただきたいと思っておりますので、お時間の合う方1週間のうちの、ね、どこかでぜひチャットに、コメントを書き込んでいただけたら嬉しいです。皆さんそれでは7月1日から7月7日までの連続 YouTube ライブでお会いしましょう。公式 LINE やっております。こちらにですね、ツアーの情報だったりとか、YouTube のリンク先とかね、そういったものをご案内しておりますので、ぜひぜひご登録ください。それではまた配信そしてどこかのコンサートでお会いしましょう。バイバーイ。これからもよろしくお願いします。